はい、えー、今回ですね、ドリア家政から報告、結果報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。まあ、こちらの結果報告は、なんと、買いましたという、これはですね、報告の中で初めてなんじゃないかなという感じですね。はい、えー、YouTube バンクを早速購入させていただきました。ありがとうございます。えー、購入理由は、この教材の力を借りて YouTube で稼ぐという私の目標に早く確実に到達できると思ったからです。例えると、大阪から東京まで行くと、 しても歩いても行けますし新幹線でも行けます。この教材は私にとって新幹線のような気がします。目的地まで早く安全に快適に行けるような気がします。もちろん自分の行動は前提ですがとにかく教材を見てみたいですということで、まあ、これはですねまあ僕から助言をさせていただくならば、うんまず安全には行けないですね。はい、安全には行けないです。まあ、安全に行けないっていうと語弊があるかもしれないですけど、うーん人生っていうのはあ、山も 山も山もあるし谷もあるしみたいな感じなんで確かに僕が失敗してきたことをだったりとかもう僕が先にですね先に失敗してきたことだったりとかあの僕がうまくいった結果とかは、えー、ノウハウ僕が確立してきたノウハウっていうのは教材の方に入れますけれどもまあここに書いてある通りまあ自分の行動が前提ということなんですけども行動していく中で必ず 壁ってていうのは出てきますなぜ壁が出てくるかっていうとそれは僕がやってきたことなんでうん僕が作ったノウハウなんで、うん、自分で作ったノウハウじゃないんですよ。うん、例えばなんだろうな、うん、じゃあその東大に受かりますよ的な、まあ、100%受かる、うん、その教材東大、うん、に受かるその参考書って100%はないと思うんですね。これ丸暗記したら全部回答出るよみたいな多分ないと思うんですよ。 だつまり、ある一定の、まあ、出やすいよとか、その教材で言える範囲って、それ程度なんですよ。だ残り2割、3割は自分で考えて、行動して、えー、改善していく。もちろん、その、サポートももちろんしますけれども、そこをやらない限り、だから、その、新幹線にのチケット買ったりとかね、新幹線に乗るとか、 新幹線の場所、えー、席を選ぶとか、なんかその、新幹線の枠はあるけれども、じゃあそこに乗るのは誰ですかっていう話で、たとえば便利なリニアモーターカーが今後出てきますけども、リニアモーターカーが出たとしても、リニアモーターカーに乗りに行かないと乗れないんですね。もう一度言いますね。リニアモーターカーに乗りに行かないと乗,乗れないんですよ。うん だから最低でも自分でやるべきことっていうのは2、3割絶対あります。で、その2、3割が大事です。うん。その2、3割の行動がですね、できて、できないんであるならば何やってもダメなんで、うん。そこだけはしっかりと。 頭に入れててていいいいいたたただだ行動していただきたいなと思いまは、まあ、これからもですね、あのー、僕は YouTube の方バンバンやっていきますんでノウハウっていうのはこれからかなりストックされていくと思いますしあとはもうノウハウは自分で作るものですからあのー、ねドリアカセはもう自分で商品をね買っていただくのは嬉しいんですけれども、えー、自分で商品を販売するっていう立ち位置ですからしっかりと商品を作って販売すると。 集客ししててて販売するっっいいいうとところほなと思いますで、あとは、ものの見方として、ただ教材を見るんじゃなくて、あ、こうやって商品ができる上がるんだとか、実際に今回は僕が先行販売して、物がないのに売ってるわけですよ。で、これのやり方も、ドリームアカデミアの講義の中で、えー、あります。要は、商品がなくてもね、商品売れるわけですよ。もう一度言いますね。商品がなくても商品売れるんですよ。 で、その先行販売のやり方も、ドリームアカデミアで講義でありますし、ただそれを教えてることを僕がただやってるだけなんですけど、うん。商品作れませんよっていう場合も、コンセプトというか、まあそういうのあって、先にこう販売する、集客ができていてね、販売するってことでやれば販売できますから、うん。はい。ということで。 まあ、あの、YouTube のその、この教材ではですね、YouTube に特化した内容をかなりいろいろとお話ししますんで、それをしっかりと勉強して、あとは、まあ、行動をしていただきたいなと思います。はい。ということで、これ初の報告ですかね、買いましたという。はい。今度は、売りましたにしましょう。今度の報告は売りましたとか、まあ、自分が、お客さんじゃなくて、自分が販売者にならないとダメですからね。うん はい、ということで、えー、けあの報告のシェア終わりたいと思います。ありがとうございました。